モーリガリオじゃーワンツーポップコーンはいどうも藤田です。はい、今回なんですけど新庄塾の道場に強盗入ったら雷神選手はどんな対応するのかドッキリ、あ、ユーマにやるってことですね。少しね、プラス道場の全員に強盗ドッキリですか。強盗ドッキリ、だから朝倉未来さんとかもやってましたもんね、通り魔みたいな感じで。あ、そうですそうですそうです。で、ちなみにどんな格好で今日、今日はこれをかぶってですね、これかけてサングラス、はい、マスクして、わかんないっすね、まあ、どういう感じで、あの、自分内で今説明するから待って、まあ、ちゃんと来てるからわかります。今はこんな感じ、わかれへんわかれへんわかれへん、わからないですね、はい、藤田さんには今練習中じゃないですか、はい、はいはい、カメラセッティングしてもらって、この辺に通り魔出たらしいでみたいな、で、なんかバット持って振り回してるらしい、リアルやん、そういうことです、この辺ちょっとリアルっすもんね、ちょっとなんかいそうな、まあ、悪いそうなところ、悪そうな雰囲気はしてますもんね、帰りとかも気ぃつけやみたいなんで、ちょっとで、僕がバーンって入ってきて、あの、ユーマが雷神出てどれぐらい変わったんでしょうかって話、昔はもうねビビりで逃げて泣いてしてましたけど、どんだけ変わったかちょっと見たろうと思って、研修としてはすごいもうみんな引っ張って、はいはい、みんなにも偉そうに、まあ、よう言うてますからね、はい、藤田さん的にどういう展開になると思います。さっきポンからもあったんですけど、はい、昔のユーマやったら逃げてたかなですよね。今はやっぱりジム守らなあかんし、今日ポンのことなんか全く言ってないんで、はいはい、いきなりパッと入ってきたらやっぱ一番に前出てやってくれるんじゃないかなって俺は思います。ポン的にはどうなると思う。まあ俺的にはゼニガミ君、ゼニガミいますね、はい、今日ゼニちゃんとかイワキング、イワいます、イワキングもいます、いますイワキング君とかをこう差し出す感じ、あ、なるほどこれで助けへんかったと自分のイメージ悪くなりますし、これ YouTube に流すんですよ ね、 そうですね、ここでやっぱ戦って絶対に藤田さんをバラしたらダメですよ、ユーマ君に。あ、わかりましたわかりました、ガチドッキリで行くんで、そこはしっかりガチドッキリで、僕らやらせしかしひんけど、はい、人にドッキリするときはガチでやるんで、なるほどね協力させていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、情けない結果になっても流しましょう。わかりました、はい、ノーカットでお願いします、はい、よし、はい、行きますね、やってもらっていいですか。行ってきます、はい、はい、行けやお疲れです。とりあえずあのゼニの試合はちょっと明後日またリュウから、リュウマの試合はとりあえずは6月20日では確かにそのあれが緊急事態宣言がなくなると思うから、そのままの通り多分あると思う、はい、まあちょっとモチベーション下げずにちょっと頑張ろう、あの勝つ前にみんなめっちゃ強まってるから、はい、そう、まあそこら辺ちょっと大事で、あとあのなんかまあみんな格闘界からいけると思うけど、まあなんか最近八尾のこの沼らへんお前聞いたことある、なんか最近あの通り魔みたいな、通り魔ニュースあんまなってないんだけど、通り魔じゃないけどなんかバットとか持って不審者不審者みたいな、なんかすごいお前振り回してくるけど、もうなんか格闘界よりもバットとかでバーン後ろから殴られてるの危ないから、ちょっとほんでなんか住所聞いたらここら辺って聞いたから、自分の戸締まりとか、はい、ちょっとそこら辺ちゃんとあのしようか、危ないか、まあ、お金とか入ってないけど、はい、そういうのはちょっと危ないんで、はい、全体的に気をつけて、あの、まあ、怪我ないようにいう感じで、はい、頑張りましょう。はい、お願いします。すいません、緊急事態出てるから、でも何か僕は分からなかったら2人と2人でいいことございますから、あれ待って、最後誰やったの、あー、びっくりした、びっくりした、誰やった、おい、何やろ、おい、お前、お前、赤くなみようだよ、なぁ、何やろ、お前、ユマくんめっちゃかっこよかったっすね。びっくりした。もしもジムに強盗が入ってきたらライジンファイターはどうするのか、どうするのかね、ドッキリでした。めっちゃ怖い。てか吹いすぎて僕サウスポーのくせにバリ放送くせ構えて、めっちゃ怖い。攻撃しましたサウスポーやったね。いざと行くね、殴るよ、カードやっぱ蹴る、びっくりしました。いや自分の団結力すごい感じた。ユーマが取り押さえてから一気にいったから、みんな3回目のカーフぐらいでみんなちょっと笑ってますもんね、多分もう押さえたれみたいな感じで、びっくりした。めっちゃ痛いですね。ユ
ユーマ変わったな。昔はなんかそんなタイプちゃうかったやん。ほんまですね。大事に出たらそんな人って変わんねんな。はい、ということですね、こんな感じで格闘技の道場に強盗入ったらカーフキック受けられました。怖すぎてマジ怖かったです、びっくりしたっす。あ、ほんまっすか。ほんまに怖かったっす。いや、ちょっと僕も怖かったっす。これよう見たプラスチックが実際持ってたら怖いっすよね、やっぱり。あー、やっぱそうなの。でも行ったんやん。どういう気持ちだったん、ユーマ君的に。倒さな、守らなみたいな。絶対道場守らなあかんな思って。自分者さんが作った道場やったな。そうやらせてしたらよかったな。痛いも足。僕も足めっちゃ痛いっす。大丈夫ですか、試合前やのに。お前、お前まあデザイン普段な、やってるっすか、はい、次試合いつでしたっけ。延期になったんで6月の27日なんですよ。次の対戦相手が強いということで。そうですね、関西の川瀬さん兄弟。ああ、有名しね。そうなんですよ。お兄さんトーナメント出ますよね、お兄さんの方は。そうですね、高橋亮選手が出はるんで、その三男の高橋清人選手と一戦交えます。あと6月の13日にはセネガルと日本をつなぐっていう意味で、うちのセネガル純一。え、セネガル純一？セネガルの選手ですか？そうなんですけど、そうなんですけど、と、まあ、純一じゃないと俊一です。これガチで間違えます。先生に名前間違えられてる。バット持ってる相手にね、立ち向かったぐらいから、次の対戦相手なんか余裕じゃないですか？余裕じゃない。そうグローブつけてるしな。そうですね、僕がこのバットみたいな足がある。お前やな、はい、それで倒して俺ら応援行こう。応援行きましょう。ありがとうございます。行く人手あげて。おお、愛されてんな。愛されてんな。ワンチームだね。特にこの道場の雰囲気はすごく良くて、普段はめちゃくちゃ優しいです。で、いざこう道場に通ったりしたら、スパーリングとかミット持ち全部教えてもらって、どこがいい、どこが悪い、いいとこも悪いとこも全部教えてくれる。すごい優しい人。藤田さんに教えてもいただくと、格闘技だけじゃなくこの心の強さだったりとか、いざという時燃えさせれるような心を作るやり方とかも教えてくれるんじゃないでしょうか。ぜひ新勝塾にお越しください。かっこいい終わり方やな。ありがとうございました。ありがとうございました。閉めるな。いけ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 。はい、入りました。ありがとう。ごめんなさい。